まあちょっと そんなに深追いはしない感じで。なんだけど、下るな。おおおおおおり。右と左。それ壊れる。だいぶいけるよ。なんかこの広そうだな。あ、これね。これ潜水するやつ。そうだね。で、今暗いからね、この暗い状況で潜水はリスクがあるから、やめておこう。出口が分かんなくなって溺れちゃう。ああ、これ洞窟の地図と地上の地図で切り替わってんだ。あ、手がかり。これおもちゃっすね。あ、腕時計手に入った。ここはそんなところか？あれ？下れるね。いや、ちょっと待って、これ、確かアイテム必要だ。これ、下るにも別の。つまり、時早すぎる。戻る。ただ、ちょっと、潜水箇所がある洞窟は、重要地点、だ気がするから、フラッグを立てておこう。はい、洞窟がここ。地上がノームってきたわ。雪山付近はそんなに目ぼしいものはなかったような気がするんだよね。結構でかい山に見えるじゃん、あれ。あ、そうだね。登れないんです。あそこまでは。だいぶ北に来てる。どうしようかな。ぐるっと回るか。あ、そっちか。こっち。あ、ここかな？見て、あの、見える？あの、なんか、木がさ、ぐるっとなんか立ってるように見えるでしょ？川の奥。ちょっと行こう、あそこ。ここだったかな？多分ここだ。え？あ。腕時計ってこれ何かと結合できる？何と結合するの？へぇ。わからねえ。素材なんだこれ。素材なんだ。爆弾とか。あー、ダイナマイト？ちょっと待ってよ。あ、ダイナマイトはもう装備だ、そのまんま。あー、で、この、そう、これだよ、これ。見て、これ。落ちないように気をつけてね。絶対に落ちないでように気をつけてね。どこ行った？いた。こっちっす。こういうところがあるんですよ。落ちないでね。落ちないで。これね、一番下まで行けます。行けるんだけど、こっから行くのではなくて、地下洞窟を経由して行くことになる。あはん。で、割と話の重要な場所でもあると。まだここには行けない。
はい。多分タスクが登録されたんじゃないかな、これで。へえ。ああ、そうだね。行動までの道を見つけよう。とりあえず地上探索でここを見つけられたならそれでいい。この辺もね、なんかちっちゃな洞窟があったと思うんだよね。違ったかな？いや、あるはず。あ、これだ。この洞窟一回入るか。深かった気がしなくもないけど入ってみるか。ここ深いわ。この洞窟深い。あ、ちょ暗い。これ中間地点があってさらに下に下れるタイプっすわ。あ、枝がね。あざす。はい、下ろう。まくね？深い。お。あ、これまだ下れるわ。この辺なんもない？大丈夫かな、これ行って。あ、なんか落ちてる、書類。お、てか回復アイテムめっちゃ落ちてるぞ。うまい、うまい。これ以上拾えない。これ手がかりだ。もう読めない。あれ、こんだけだっけ。奥、あ、奥あるよね。頭が取れてる。ほんとだ。あ、頭だ。テープ。あ、そこ燃える、危ない。テープを拾ったな。テープだった。これってカセット？あ、違うね。あの前に拾ったカセットテープ以外にビデオテープがあります。だけど再生機器がありません。再生機器を探しましょう。暗いな。あ、これ下にも下れるし上にもいい。おお、あれ、あ、ロープ。ロープ拾えないな。これはもう下ない。これ以上なさそう。ここまだ下ある。うご、ちょっと待って、上にもなんか道があったから上を見ておきたいな。どこだっけな。これ迷うぞ。この松明の場所を覚えておこう。あ、こっちだ。見える？こっち。別の入り口かな。
あれだ、ダイナマイト。あ、帰ってった。あ、ちょっと、そのタイミングで帰ってくるのはやばい。俺が爆発する。うわこれ、ダイナマイト投げるタイミングが難しいな。いいぞ。ん？いや、まだ生きてる、まだ生きてる。やったか。あともう殴るか。あぶね。あぶね。ジャンプ、倒した倒した倒した。あと普通の一般食人族。一般食人族が足が速い。こっちからは防具が取れる。そう、不気味な装備っていうのが取れるから、まあ一着だけだけど切れる。ちょっとこの食人族動きが早いんじゃん。よし、もう一体いる。ちょっとさ、この死体さ、分解せずに一回担いでさ、さっきの松明のとこ持っていかない？あー、いいよ。あ、もう一体ここに死体いるよ。もう担いでる。あ、オッケー。持って帰ってどうする？とりあえず食事にしよう。あ、俺分解できないから。本当じゃん。あ、直接捨てたらダメだよ。よしと、私が分解するので焼いてください。お。不気味な装備ってやつしてみた。うん。まあこれがまあ結局耐久度は骨と同じなんだけど、一応モンスターから得られる唯一の。そう、焼けんの早っ。だから何かあったらここに戻ってきて飯を食おう。なるほど。よし、さっきこれ以上下るのやめとこうって言ったらどこだっけ。あ、いや、その前に、いや、その前にまだ奥があったから、さっきの4本足のところか。そうだ。どっちか。こっち。奥潰しとこう。なんだここ。なんだここ。あ、食人族。結構いるな、奥に。ガタイのいい食人族。おお、また来た。こいつら敵じゃない。つか、なんか明るくね、ここ。ね。これ。おっと。助けて。煽ってるぞ、こいつ。なんだ。余裕っすね。この辺の箱なんか出ない。回復アイテム入ってる。ライト。あ、テントが。セーブできるね、ここ。セーブ。音しない？気のせい？うん。これ潜水箇所ですね。どう見てもそうやん。どう見てもそうだね。でも潜水っつってもマップ的にここ行き止まりだ。マジ？なんもないのかな。決して進みやしないよ。いや、何も見えないから。
暗くて何も見えない。大丈夫ですか？溺れる前には。うん。まあ、ここはまた今度来てみるしかないな。なんかあると思うんだよね。ここはまあ行き止まり、特に大したアイテムもなかった。空間は広いけど、あとは肉片が腐るほどある。もっと下ってみるか、じゃあ。うん。ロープがあったよね、これか。うん。出待ちはやめてくれよ。すぐ着いた。深いなあ。れ、これダイナマイトじゃね。あ、ちょ待って、俺ダイナマイト切らし切らしこれ勝ち割れない？あり。あ、無理。ある？あ、ナイス。ラスト。いい具合に頼む。ナイス。もう壊れた。なんか普通にモンスターの足音するから気をつけよう。まあ、待って、これもう一本必要じゃね？ダイナマイト作れないの？多分発煙筒と組み合わせるんだろうけど、今作れそうなものは持ってないしな。出直すしかないか。戻るか。残念。これ戻るのが大変だぞ、なかなか。じゃ、またお家へ。夜明けだわ。え、あ、夜明けか。じゃあ行く。軟鉄するの、我々。あ、2鉄目。ここね、俺の記憶が確かならね、近くにもう一つ洞窟があったと思うんだ。で、そこはね、なんか重要なアイテムがあった気がするんだ。気がする。気がする。どこだっけな。いや、気のせいかもしんないし。あった気がするんだよな。あった！これだ。記憶違いじゃなかった。あ、これかもしれん。なんか、重要な、アイテムが、あった気がするんだけど、あれ？こんな広かったっけ？おかしいな。どっち行く？後ろも行けるけど。あ、食人族。おー、危ねえ。俺が来た。後ろに。痛い死ぬて。幸いにも今ポーションはたくさん持ってるな。あれ、いっぱい。こいつ生きてんな。これもうこいつらさ、あーでも飯ないから飯作っとくか。飯ある？お、なんだお前。飯あるよ。俺ちょっと飯ないから焼くわ。
あとはまあ骨があったら全部合成して装備にしちゃっていい、布と合成して。よしよしよし、飯だ飯だ。だボスはいないか。あ、こいつも腕時計。これ人間だよな、どう見ても。うん。あ、手がかりある。これまたティミーのおもちゃだ。